おじいさんは悪い人？坊や、こんなところで何をしているのかね。はい、探検です。探検？面白いものがいっぱいあるんですもの。あの塔もそうです。ああ、ビッグベンだね。あの時計塔は我が国のシンボルみたいなものでね。ビッグベン？ああ、昔からそう呼ばれている。うわあ、ぴったりの名前ですね。坊やは外国人らしいが、どこから来たんだい？アメリカから来ました。今日着いたんです。それで早速探検かい？はい、父さんと母さんはハビシャムさんとお話ししてるんです。だから僕は探検に来たんです。それでイギリスの印象はどうだね？気に入ったかね？大好き、父さんの生まれた国だもの。おお、坊やのお父さんはイギリス生まれなのか。おじさん、僕もう帰らなきゃ。おじいさんのお見舞いに行くんです。ああ、引き止めてすまなかったね。さよなら。さよなら。帰る道はわかるかい？はい、さよなら。さようなら、坊や。今僕はイギリスにいる。病気になったおじいさんのお見舞いに来たんだ。おじいさん、待っててね。僕、すぐに会いに行きますよ。せいで言ったらいつの間に。何、会えない？ここまで来て会えないとは。父上の具合はそんなに悪いのか？あ、いや、それほどではございません。ハビシャム、私はすぐにでも父上に会いたいのだ。それをどういうわけで。申し訳ございません。近日中に必ずご対面なさると思いますので、とりあえずこのホテルでおくつろぎください。ハビシャム、なぜ今日ではいけないのだ。どうか気をお静めください、ジェームズ様。私はジェームズ様お一人でおいでくださいと申し上げたはずでございます。それは、それが伯爵様のお考えなのです、ジェームズ様。なるほど、それが父上のお考えか。ただいま。どこへ行ってたんだい、セディ？ちょっと探検。ハビシャムさん、おじいさんのお見舞いまだ行かないんですか？それは。父さん、いつ行くの？ああ。僕、早く行きたいな。おじいさんのこと、とっても心配なんだもの。セディ、今日はお見舞いには行けないんだよ。え？どうして？おじいさん病気なんでしょ？どうして行かないの？これにはいろいろと訳があるんだよ。訳？どうしてなの、ハビシャムさん？は、それは伯爵様のお言いつけでありまして。伯爵様？伯爵様って誰ですか？おじいさんのお友達？いや、お友達というよりは、その…セディ？きっとおじい様も、お前に早く会いたいと思っていらっしゃるわ。本当？
でも今日はおじい様、ご都合が悪いらしいの。だからおじい様がいいとおっしゃるまで待ちましょう。そうだよ、セディ。待っていればきっと会える。うん、僕待ってる。ハビシャムさん、いろいろありがとうございました。これが私の仕事ですから。ジェイムズ様、私の意見を申しますと、先にお一人でお父上にお会いなされた方がよろしいかと存じます。兄様とセドリック様のことはその後でお考えになるということに。考えてみよう。あれはセディですわ。あの子、おじい様のために演奏するつもりでこっそりフルートを持ってきていましたの。伯爵様のために。この曲はアニーローリーだよ。父上がお好きな曲だ。セディはきっと父上の病気が早く治るよう祈りを込めて吹いているのだろう。閉めないで。え、僕眠っている時もロンドンの街を見ていたいから。開けといて母さん。セディ、眠ってるとロンドンの街は見られないよ。それでもいいの、夢の中で見るから。そりゃいい。ねえ父さん。ん？父さんのお兄さんのお墓参りいつ行くの？そうだな、おじいさんのお見舞いの後にしよう。それにお兄さんのお墓はロンドンから数十キロ離れたところにあるんだ。ねえ父さん、伯爵様って誰のこと？ハビシャムさんは教えてくれなかったけど、おじいさんのお友達なの？セディ、もうそろそろ寝ないと。いや兄、もう隠してるわけにはいかないから、何もかも話してしまおう。セディにも関係のあることだからね。セディ、父さんの家は代々貴族なんだよ。貴族？ドリンコート伯爵、それが正式な呼び方だ。ドリンコート伯爵。うん、セディのおじいさんは今そう呼ばれている。そしてその後を継ぐ者がその名前で呼ばれることになっているんだ。後を継ぐ人？貴族は代々そうやって受け継がれていくんだよ。あ、父さんも貴族なの？いや、父さんは違うよ。はあ、よかった。どうしてだい、セディ。ホッブスさんが貴族は悪い人だって言ったの。父さんが悪い人だったら僕嫌だもの。あ、おじいさんは貴族なんだ。ねえ母さん、おじいさんは悪い人なの？いいえ、おじいさんは違いますよ、セディ。あ、よかった。ここはイギリス。え？父上のすぐそばにいるというのに、父上は昔と少しも変わっていないようだ。あなた、お父様のことをそんなに悪くおっしゃってはいけないわ。私はすぐにでも君とセディを父上に会わせてやりたいんだよ。私、
ハビシャムさんのおっしゃる通り、明日はあなたお一人でお見舞いに伺った方がいいと思います。兄、ご病気なのですもの、あまりお父様を刺激なさらない方が。分かったよ兄、明日は君の言うように私一人で父上に会うことにしよう。そうなさってください。それで君とセディはどうする？まさか一日中このホテルにいるわけにもいくまい。ハビシャブさんがロンドン見物をしたらどうかって勧めてくださったの。セディと二人で楽しむことにします。すまない兄、もう少し我慢してくれ。私は今のままで十分幸せなのよジェームズ。分かってる兄、だが私は君とセディにできるだけのことをしてやりたいんだ。いや、やらねばならないんだ。決して無理はなさらないで。ウェストミンスター寺院です。我がイギリスのゴシック様式の代表的な建築とされております。すごい、すごいなね母さん。本当ね、申し訳ありません。ハビシャムさんにはすっかりお世話になってしまって。いやいや、これも私の仕事ですから。僕はとってもよかったよ、ハビシャムさんと一緒で。これは光栄です。父さんも一緒だともっと良かったもんね母さん。メロン夫人。お懐かしゅうございます、ジェームズ様。お元気のご様子で嬉しゅうございます。あなたの方こそ。私はジェームズ様がいつかまた必ず戻ってお目になると信じておりました。本当に本当によく帰ってきてくださいました。あなたの涙もろさは少しも変わっていませんね。まあ、私としましたことが。さあ、ジェームズ様、御前がお待ちでございます。中へ、中へお入りください。何もかも10年前と同じだ。少しも変わっていない。この彫刻もそのままだ。ジェームズ様がお帰りになったとき、何もかも変わっていたのでは自分の家に戻ってきた気がしないだろうと御前がおっしゃいまして。父上が。はい。お帰りなさいませ、ジェームズ様。やあジェファーソン、君も昔と少しも変わらないな。変わりましたよ、年を取りましてもう枯れ木でございます。生きているのさえ不思議でございます。相変わらずの皮肉屋だね。御前がお待ちでございます、ジェームズ様。今の方へお入りください。今起きてていいのか、ご病気なんだろ。入れ。御前、ジェームズ様でございます。ジェームズ。父上。おお、ジェームズ、そばへ来てくれ。わしによく顔を見せてくれ。父上。大丈夫ですか父上。大丈夫、大丈夫じゃ。よく戻ってきてくれた。
よく忘れずにいてくれた。忘れた日は一日だってありません、父上。うん、よかった。元気でいてくれて、ジェームズ。よかった。重い病気と伺いましたが、いかがですか？バッキンガム宮殿です。ビクトリア女王がおいでになります。こんにちは、おじさん。こんにちは。さっきからちっとも動かないのよ、この人。ずっとだよ、おじさん。お人形みたい。ハビシャムさん。はい、何でしょう、アニー様。教会へ連れて行っていただけます？教会？お父様とお兄様のためにお祈りしたいのです。明日一緒にドリンコートへ行こう。館でお前が戻ってきたパーティーを開くのだ。その席でジェームズ、お前にドリンコート伯爵を継がせると発表する。待ってください、父上。聞いていただきたいことがあります。いや、明日館へ行ってから聞こう。今日は親子水入らずで食事をしよう。10年ぶりのうまい食事をな。その前に聞いていただきたいことがあるんです、父上。どうした、ジェームズ、うまい食事は気に入らんのか？父上、妻と息子に会っていただきたいんです。何？妻と息子がこのロンドンに来ているんです。父上がご病気だと伺ってお見舞いをしたいと言ってるんです。やめろ、わしは病気ではないぞ。病気ではない？そうよ。おじいさんの病気きっと良くなるよね。え、きっと良くなるわ。母さん、早く早く。セディ、そんなに慌てなくても。ハビシャムさん、早く来ないと置いてきますよ。父上は病気だと嘘をついて、私からアニーとセドリックを引き離そうとしたんですね。ジェームズ、お前はこのわしの血を引いているんだぞ。貴族なんだぞ。その貴族がアメリカ女などと。妻にはアニーという名前があります。どうせ生まれも素性もはっきりせぬアメリカ女なのだろう。そんな女など由緒あるドリンコート家の嫁として認めるわけにはいかん。絶対に認めんぞ。ジェームズ、わしはお前に期待をかけていたのだ。お前もそれを知っていたはずだ。兄上がいたではありませんか。ビービスは死んだんだ。わしを困らせることしか考えんやつだった、あいつは。父上、亀を怪我してばかりいたビービスにはドリンコート家を継ぐ資格はない。わしはお前に継がせるつもりでいた。ところがお前はわしを裏切った。裏切ったのではありません。何？私がいなければ兄上も心を入れ替えて父上の力になってくれる。このドリンコート家のために一生懸命になってくれると信じたからです。決して父上を裏切ったわけではないんです。昔の話はもういい。わしはもう年だ。ドリンコート伯爵はジェームズ、お前に継いでもらう。兄とセディに会ってください。認めんと言ってるんだ。ジェームズ、お
前は貴族の肩書を捨て、いやこのわしを捨てて、わけのわからんアメリカ女を選ぶのか。私は貴族の爵位に何の未練もありません。私は兄を愛しています。セディを愛しているんです。出て行け。もう二度と顔も見たくない。父上、出て行け。ジェームズ様。メロン夫人、ジェファーソン、父上をよろしくお願いします。ジェームズ様、ジェームズ様。ああ、父さん、いつ行くの？僕、早く行きたいな。おじいさんのこと、とっても心配なんだもの。私は今のままで十分に幸せなのよ、ジェームズ。どうしておじいさんに会えないのか、僕にはわからなかった。だけど、父さんと母さんの悲しそうな顔を見ていると、なんだか僕も悲しくなってしまった。きっと、おじいさんのことを言っちゃダメなんだ。何も知らなかった。きっと見てね。